で見てはいたが、実際に目の当たりにすると地獄そのものだな。ほら、ウルトラモン、ドロドロするな。根性入れて回せ。もう力が入らないでやんす。ユーシキ様のカップレラブランブに放送事故が起きたらどうする。絶対に電力を絶やすな。水が飲みたいね。無駄口を叩くな。ユーシキ様への愛を叫ぶのだ。では大声で復唱しろ。今日もユーシキ様の愛に感謝します。はい、ヨシキ様の愛に感謝します。三杯。三杯はよくだ。この役立たずのブルちゃんや。お許しくださいでやす。くさい。何が愛の方向だよ。ふざけやがって。いずれにせよ見過ごせる状況ではないな。あのままだと過労死するぞ。ここまで来たら小細工はなしだ。すぐに助けよう。分かったわ。正面突破しましょう。みんな準備はいい？ユキさんは下がっててください。僕も一緒に下がるので、その後ろに。分かりました。よっしゃ行くぜ。よな、おいてめえら、今すぐそいつらを解放しやがれ。お前たちに名乗る名などない。その蛮行を今すぐやめろ。侵入者め、ユーシキ様に逆らう者は排除する。そこの毛玉者ともひっ捕まえろ。毛玉じゃねえ、覚悟しろよお前ら。よし、ケチラス、覚悟の時間だ。ウェボン、ペルソナ、準備万端だ。やるぞ。そういった来てる。雑魚がわらわらだな。やるよ。我が輩が切り伏せ。任せろ。抜けられるか。まだその調子。いつでも来い。お、行けそうだぜ。受け取ればエルの射撃がヒント。押せ押せ。任せろ。蹴散らす。いつでも来い。逃がしはしないと。やるぞ。これぞ怪盗の真骨頂。準備万端だ。彼はもう一人の俺だ。覚悟の時間だ。敵増援。なんでこんな。敵の数は多いが順調に来てるぞ。切り伏せ。やるよ。
攻撃がヒット。さすがは隊長。ライダー蹴散らす。あれはもう一人の俺だ。蹴散らす。ゴエモンペルソナ。ゴエモン準備万端だ。やるぞ。いつでも来い。蹴散らす。あれはもう一人の俺だ。蹴散らす。ゴエモン。よし。外さない。ゲルの射撃がヒット。押せ押せ。そこだ。ゲルの射撃がヒット。押せ押せ。切り伏せ。やらせろ。やるよ。今だ。蹴散らす。震えるがいい。任せろ。いつでも来い。切り伏せ。我が輩が。ここでペルソナだ。意を示せ。ゾロ。敵を撃破。みんなを続け。手加減せんぞ。風穴を開けてやる。オッケー。敵撃破を確認。蹴散らす。やるよ。直撃コースだ。圧倒的勝利。完璧なミッションだ。ボコスカ大作戦見事に決まったね。よし、制圧完了だ。すぐにあいつらを助けるぞ。助かったでやんすか。というか、あんたたちは一体。皆さん、怪我はありませんか。さあ、早くこちらへ。はい。でも、腰がガクガクで立てないでやんす。って、奥方様。本当に奥方様でやんす。わざわざここまでアシラを助けに。詳しい話は後です。すぐに逃げましょう。ああ、なるほど。奥方様ね。え、ユキさんが。他に誰がいるでやんすか。まさかあんたたち知らないでやんす。私はヨシキと婚姻関係にありました。つまりはヨシキの元正室です。婚姻ってマジかよ。なら姫様ってことか。将軍の正室なら正しくは御台様だな。どことなくにじみ出る気品や所作の美しさを感じていたが、ヨシキと結婚し、あの人の非道な行いを目の当たりにした私は耐えられなくなり、
虐げられていた人々を連れて城から逃げ出したのです。それでもヨシキの悪行は変わらず、毎日こうして犠牲者は出てしまう。なるほどな。だから今でも町の奴らをかくまってたってわけか。あれ？でもユキさんがヨシキの元奥様ってことは。細かい話は後にしないか。今はとにかく行動した方がいい。問題は逃走経路だ。城や町中の監視カメラをどうするか。それなら問題ないでやんす。ほぼ全ての監視カメラの手動電源はあっしらが働いて動かしてたんで。ああ、つまりどういうことだ？エネルギー源が止まったなら監視カメラも落ちたってことだな。カメラが止まったなら城は今頃大騒ぎになってるはずだ。混乱に乗じて早く逃げよう。この方たちは私が町まで送り届けます。皆さんは早く先へ。お願いします。どうかヨシキの悪行を食い止めてください。ああ、絶対ヨシキ倒して平和な国にしてやっからさ。待ってろよ。誰か分かりやせんがありがたいでやんす。どうかどうかお願いするでやんす。怪盗団のことは後で私からみんなに話しておきますね。それでは一度ここでお別れです。皆さんくれぐれもお気をつけて。ええ、そちらも。よし、ヨシキはこの先だ。このまま進むぞ。よし、今のところ順調だな。監視カメラが落ちて警備も手薄だ。このまま一気に行けるといいんだが。それにしてもびっくりだよね。ユキさんがヨシキの奥さんだったなんて。あの、そのことなんだけど、それってつまりユキさんは。ああ、君たちが想像する通り、彼女は僕の母親だと。おい、気づいてなかったのかよ。あ、そっかそっか。ユキさんは東四郎のおふくろってことになるのか。ってマジか！お前もかよ！と言っても、あれは僕の心が生み出した母の幻のようなものか。実際の母の顔は覚えていないし、性格が同じかも判断できない。幻。記憶の断片に残る母のおかげか。そんなに美しいものかどうかはわからない。実際の母は僕のことをどう思っていたか。それはどういう。母は僕を恨んでいるかもしれない。恨んでる。前にも話したが、僕は幼い頃から父に厳しい教育を受けてきた。母は病気で入院しがちだったから、ほとんど会える機会はなかったよ。それでもたまに母と触れ合える時間が嬉しくて、僕の心の救いだった。やがて母の病気は進行していった。日に日に弱る母の姿がショックだった。なのに父の教育はさらに厳しくなった。母との面会もほとんど許されなかった。ひどすぎる。そんな時、幼かった僕はある作戦を思いついたんだ。母をこっそりと病室から連れ出して遊園地に一緒に行こうって。母もずっと僕と外に行きたいって言ってたから、勇気を振り絞って実行した。僕の初めての抵抗だったの。抵抗か。そりゃおふくろさんも喜んだんじゃねえの。古いデパートの屋上遊園地だったけど、母は嬉しそうに僕と手をつないでくれた。わずかな時間でも楽しそうな母の顔を見て、
僕は勇気を出してよかったって思った。だけど遊園地の帰り道、母がいきなり倒れてしまって、その後のことはよく覚えてない。大人がたくさん来て、僕はずっと泣いてた。しばらくして母は帰らぬ人となった。そうだったんだ。でもそれ、直接的な原因は東四郎じゃなかったんだろ？医者からはそう言われたけど、それでも父は僕を強く責め続けたよ。自分に逆らい勝手なことをしたせいだ、母もあの世で必ずお前を恨んでいる。言葉の呪縛だな。その答えなど誰にもわからないだろう。ああ。だがやはり僕は恐れているんだと思う。ユキさん、いや、母さんに真実を尋ねた時、残酷な答えを告げられるのが怖い。父と戦う覚悟はできたが、母とはそうもいかないようだな。母には優しくあってほしいというエゴをどうしても捨てきれないようだ。さて、余計な話をしてしまったか。今は先に進もう。やるべきことをやるんだ。この向こうにヨシキがいるみてえだな。準備はできてるか？さっきから険しい顔をしているが、どうかしたのか？え、いや、その、あのさ、さっきのお母さんの話、もしユキさんが東四郎の心にいるお母さんだっていうなら、つまり、もし本当にお母さんが自分を恨んでるって思ってたなら、そうなってるはずだ。でもユキさんはそんな風に見えなかった。だから、とにかくお母さんは敏郎を恨んでないと思う。以上だ。母さんが、てかそもそもお母さんはそんなことで恨んだりしない。なんというか、そういうもんなんだ。私が保証する。俺も母という存在についてはほとんど知らないが、それでも母の愛情というものなら理解しているつもりだ。結末がどうあれ、子供と一緒に過ごせた時間を恨んでいるとは俺には思えない。それも結局不確定な事実に過ぎない。だが君たちの言葉を聞くと、不思議とそうであるかのように感じるな。そうだな、答えは自分で導き出さないといけない。そういうことだ。まあ、応援ぐらいはしてやるぞ。ありがとう。僕は君たちに助けられてばかりだな。父とは決着をつける。そして母さんのことも。それじゃあ行こうか。絶対勝とう。